はい、皆さんこんばんちは、満天さんです。配信遅れて大変申し訳ございませんということで、ね、早速見ていきたいんですが、今回ね548回 A セットで攻撃かなっております。今回ね A セットだったんですけど、そうですね、A セットの傾向といたしましては、今回はあまりそんな出てない感じになっております。まあ、前回続いてね、今回も A セットだったんですけど、 A セットっていうのはですね、まあ、セット級の偏りに関しましては、まあ、F セットに次いでぐらいですかね、あまり偏りのないような、傾向にありまして、位の偏りに関しましては、まあ、若干、30の桁が出にくいようなセットの傾向となっております。今回ね、出た数字なんですが、まあ、今回はあまり、そんなに特徴的な出方してないんですけど、今回ちょっと注目していただきたい点といたしましては、まあ、今回ね、13番が出たんですけど、まあ、これはね、今までね、15番が、一番出現回数が多かった。まあまあ、前回まではね、15と同率で一番、出現回数が多い数字だったんですけど、今回ね、出たというところで、15番、抜いて、13番がね、最も全ての数で、出現回数が多い数字となっております。まあ、逆にね、15番はね、ここ最近何回かね、申し上げてます通りね、ちょっとね、長い間空いてるんで、もしかしたらね、これもうちょっと長い間出なくて、そうですね、15について出現してる数として、まあ、9番とかあるんですけど、まあ、この辺とかね、に抜かれてくるかもしれないんでね、この辺もね、ちょっとまた注目していただきたい点ですね。まあまあ、逆にね、出現回数の少ない数字に関しましては、あまり変動がそんなにない感じですけど、まあ、12番が一番ね、出現回数少ないんですけど、この辺はまあそんなにね、あまり入れ替わりがないような感じとなっておりますね。あとですね、最近で、まあまあ、15番がね、出てないんですけど、他にもね、最近若干、間が空き始めてる数字、まあ5番とか32番とか37番、まあ、この辺もね、ちょっともしかしたらね、間空いてくるかもしれないので、この辺の方をね、またちょっと注目して見ていただきたいと思います。ということで、来週の予想ですけど、こちらが、偏りなる数字となっておりまして、こちらが、セットごとの予想となっております。で、これがまあ総合的な予想となっております。またね、データご覧になりたい方ね、リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧くださいということで、また来週、さようなら。